今回はこちら、逆風の今こそ欲しいシャチハタの世界。初めての登場ですね。28年間ひたすら印鑑を売ってきた男、横浜駅西口店印章コーナー担当、長谷川勉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ印鑑売る顔してますね横から見てると度がめっちゃ強いですよね。あ、本当ですか。ずっとひたすらやってきましたんでね、細かい字ばっかり見ながら。改めてシャチハタってどんなものっていうのを教えてほしいんですけど。朱肉を使わないで簡単に押せると、はい、インクが中に入ってます。ちょっと押してみましょうか。はいはい。一緒にこうつかないで押せるんですよ。あれ、長谷川さん、ちょっとコーナー押したら長谷川って出てくるかなと思って。これは失礼しました。ブラックユーモアがすぎるなあえてコーナーのやつ持ってきましたね。そうですね、ごめんなさい。たまたま掴んだやつが、たまたま掴んだのがコーナーってことあります？意図はないんですけど。いやいや、意図ありまくりでしょ。あ、そうですか。でもやっぱすごいですね、ワンタッチでこんなに綺麗に。こんなお名前でも2回3回押せちゃうんで。言っちゃいましたよ、ね、今。ごめんなさい。こういう印鑑のことなんて言うんですか？浸透印って言います。浸透印、シャチハタ以外にも浸透印ってあるんですか？ありますよ。サンビーさんとかブラザーさんとか三菱さんとかも出てるので。でもダントツですか？シャチハタさんが一番売れてます。シェアナンバーワンですね。キングオブ浸透印だ。そうですね。公的な書類にはダメなんですね。ダメなんですよ。基本的には銀行とか役所とかがダメなんですね。僕でもね、昔シャチハタで口座作ったことあります。マジでこれしかないんですって言ったら作れましたよ。本当ですか？だからもう銀行になんて何でもいいっすよ。いらないっすよ、印鑑なんか。いや、そんなことないですよ。印鑑愛して28年ですから。あ、そうだよな。印鑑を愛して28年にもらえると、適当に取ったシャチハタがコーナーになったりしますよね鬼の引きですよね。シャチハタの良さというか、こんなとこすごいんですよっていうとこありますか？耐久性が強いです。黒いゴム使ってます。はい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 。他のメーカーさんですと赤いゴムなので、シャチハタさんの方が物がいいんです。耐久性的に強いですよね。これ私が入社した時に平成4年に買った商品。28年選手のシャチハタ。そうです。押せないですよ。そんな押せるんですよ。これが押せるじゃないですか。あー、これは本当綺麗ですね。そして何よりも長谷川で良かったですオーダーでも作れるんですね。そうなんですよ。10日から2週間かかっちゃうんですけど、はい、フルネームっていうのもできるんですよ。わ、すごい。これですね。いいですね。何文字までいけるんですか RB ブッコロいけますか？全然 OK です。マジっすか？ RB ブッコロの油林堂しか知らない世界いけますか？いけます、いけます。 OK です。本当ですか？何文字までいけるんですか？6とか8とかはあるんですけど、はい、だいたい作ってくれます、シャチハタさんは。1000とかでますか？1000は無理ですねちなみにオーダーっていくらぐらいするんですか？2150円プラス消費税です。普通のシャチハタいくらするんですか？1450円。2倍もしないのか。いいですね、はい。放送禁止用語みたいなのでも受けたまってくれるんですか？禁止用語も作れます。例えば長谷川さん急にニヤニヤして放送禁止用語好きなんですか？嫌いじゃないですねシャチハタって進化してきてます。あ、進化してますね。中のインクとかの成分も変わってるので、よりにじみにくいインクになってきてるんですか？そうなんです。あとは昔はインクを垂らして補充するんだったんだけど、今はカートリッジに変わってると。商品的にはどうですか？おててポンっていうのがある。おててぽん、手に押すんです。はい、こういうバイキンマークが出るんです。確かにバイキンマークの印鑑。ああ、これが消えるまで洗っていただく。約30秒間。なるほど、30秒経ったら消えるようになってるんです。そうなんです。特殊なインクを使ってるから手が荒れない。こうやってこすってもなかなか消えない。石鹸でもみ洗いしないと消えない。これめっちゃ売れてるでしょ？売れてますね。何ですかそれ？お着替えできるポン。お着替えできるポン、はい、お子様なんかが着るようなシャツなんですけど、はい、これを前側の方に押していただく、はいはい、子供が着るときに目があった方で着ていただく。あー、なるほど。前後ろが狂わない。ペンで前って書けばいいんじゃないですかね。それ言っちゃ子供が楽しまないですからね。あ、なるほど。目と目が合うところが楽しさ。あー、そうですね。子供の目線に立っていかないと。そう。あとはですね、スタンプラリー。スタンプラリー。ここに紙を入れていただいて押していただくんです。これが1箇所目のスタンプ。全然なんだかよくわかんない。2箇所目にも同じようなスタンプが置いてあって、重ねて押していくんです。はいはいはい。で3箇所目。よいしょ。わかりましたこれ。で4つ目。ラストですかこれ。いや、まだもう。まだあるんかい。で最後。うわあ、すげえ。これで完成。葛飾北斎ですねこれ。うわあ、すげえ。葛飾北斎以外もあるんですか？全部オーダーなので、今は見本としてこれを使ってますけど。あ、そうなんだ。例えば葛飾北斎の絵を何個でできたんですか？はい、5個です。10とかは全然できる。できます、できます。ちなみに印鑑の売れ行きは？今のところの現状としては変わってないですね。変わってないんですか？変わってないです。
印鑑を押すの上手ですけど、ボタン押すの下手ですね。大丈夫ですか？だけどなぁ。あ、来た来た来た。繋がりました。シャチハタでございます。油林堂西口店の長谷川と申します。あ、どうも、お世話になります。油林堂の YouTube で MC しています。ブッコロと申します。よろしくお願いします。お手柔らかによろしくお願いします。あ、もうこちらこそ、表面のゴムのように柔らかくし、ね。一つ伺いたいんですけど、認め印が必要なくなるんじゃないかなんて言われてるご時世で、社内の雰囲気といいますか、どういう感じなのかなと、はい、はい、いわゆる脱ハンコっていうところでハンコが悪いように言われてますけど、はい、今すぐ突然なくなるというふうには捉えてはいないです、はいはい、なるほど。会社の中でですとか書類を回すっていう時に認め印で印影を残して見た目でね確認するっていうこと自体は、はい、今すぐにはなくならないと思いますし、なるほど。デジタル化自体はずいぶん昔から言われてることですけれども、現在に至ってもハンコ自体がなくなってるっていうわけではないですから、今その脱ハンコ脱ハンコって言われているほどすぐなくなるっていうふうには考えてはいないですね。まあ僕はなくなってもいいんじゃないかなっていう、あ、すいません、僕はっていうか、なんだろう、シャチハタはすごい好きですよ。一本は持っておきたいというか、ただハンコはいらない いんじゃないかなって思って、まあいたり。なるほど。でも全部がなくなるわけではないんですよね。はいはいはい。お家を買うときに実印が必要ですよとか、そもそも無駄なハンコっていうのはなくって、はい、無駄な業務が多いんですよね。あ、なるほど。はい。ハンコ自体は押しましたよっていう意思の担保みたいなところはありますので、はいはい、それをむやみやたらと押させるような無駄な業務が多いので、そういうものは見直していくのは必要なんだと思います。ハンコのいいところってどういうところなんですかね。私もお家を買うときに実印押す機会があったりもしましたけど、陰影がこう綺麗に出た時はすごく嬉しいですね。家綺麗に立ちそうですもんね。縁起がいいですよね。実印ピシッと押せた時はすごく大事な契約でしょうから緊張して押しますよね。なので、まあ、一回勝負というか綺麗に押したいっていう風に思いながら押して重大な契約をすると。僕一回しかないですけど家5軒買ってるんですけどって、シャチハタ転職しようかなってなっちゃうんでそれはないです。最後に河野太郎行政改革担当大臣に一言いただいてもよろしいでしょうか。あ、私からですか。はい。脱ハンコっていうのがいろんな取引先様からとかメーカーの皆さんからも大丈夫なんてよく言われることが、はい、多くなりましたけれども、注目度が上がってありがたいといえばありがたいんですけど、ハンコ自体が悪いんじゃなくて無駄な作業っていうのが多いっていうところを見直すっていうところが本来であれば先に立って構造なんかで出されるべきなのかなと思いますので、はい、脱ハンコっていうワードが先に出ないようにしていただければと。脱無駄作業って言ってほしかったですよね。それだと語呂が悪いんですかね。いや分かんないです分かんないです。語呂が悪いかもしれないですね。今日はお忙しいところありがとうございました。いえいえ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ちなみになんですけど、ハンコが売れないから認証コーナーなくすとなった場合、長谷川さんって基本印鑑以外ダメじゃないですか。どうします。